そう、ちょっと変わったんですよ。お父さんが会社からお家へ帰ろうとしています。ここが会社です。あ、簡単じゃん、こうこう簡単だけど、帰り方にはいろいろあるんですけども、何通りあるかってこと。まず引くよ。プープー、一通り。プープー、この道を通って二通り。だけども、もう戻ってはいけませんね。お父さん早く帰ってきてほしいでしょ。ではもう一回数えるよ。一通り、二通りです。じゃあ問題、今度は道がこういう風になってます。こういう時は何通りあるでしょうね。これおう、佐野君来たか。3通り。え、3通り。鈴井くん素晴らしいね。いくよ。1通り、2通り、3通りでした。では第3問、これは今度は道がこんな風になってます。お家へ帰るときに何通りあるでしょうねよ。あの人しっかり数えてる。目つきがすごい。あなたじーっと睨んで数えてる。じゃあ行くか。一通り、二通り、三通り、四通り。やったー。じゃあこれ、田んぼの種。五通り。え？五通り、五通り、五通り。本当に五通り簡単に言っていいの？いいよ。じゃあちゃんと数えてから言ってよ。そんな見てパッとこうと、そんなのはまあ超能力を使ってるのは禁止、この教室は。数えた。はい、何通り？4通り。じゃあ今日はまず一通り、二通り、三通り、四通り、五通り、六通り。何通りやった？6通りでしょう。よく見てないよ。もう一回いくよ。3、はい。一通り、二通り、三通り、四通り、五通り、六通りでした。でさ、その問題でどっちが一番。さあ、そこで問題。今度はみんなにこの地図を見て、いいか、竹本君よ、数えてもらいます。この道では何通りの帰り方があるでしょう。ここがお父さんの会社で、ここが私のお家です。お父さんはお家へ帰ってくる。何通りあるでしょうね、これ。はい。もう分かった、鈴木くん。何通り？4通り。5通り？4通り。4通り。ああ、なるほどね。そういう意見もありますね。はい、山下さん。5通り。5通りという意見もありますね。他に？そう、指でこう数えることはいいことなんですよ、それは。何通り？五通り。五通り。小島君は五通りだとも言っておられます。五通り、五通り、五通り。五通り？じゃあ行くよ。まず、ここに池があるからな。池のそばを通っていく帰り方。一通り。ただいま。今度は今日は別の道行こうかな。二通り。あ、今度はね、ちょっとこっち寄って、ちょっと途中でお酒でも買って帰ろうかな。なんていうの、お父さん、お酒買って。三通り。酔っ払い運転ダメですよ。いや、車の中で乗って飲むわけじゃない。うちに帰って飲むんだもん。今、なんて言ったら忘れちゃったじゃないの。三通り。え、三通り。うん、あらららら、忘れちゃったらもう一回から。一通り、二通り、三通り。今度はこの道行こう。四通り。上行っちゃダメなんだよ。ね、戻っちゃうから。四通りでしょ。5通り。答えは何通りだった？正解5通りでした。じゃあ鉛筆出してごらん。最初に今日ね、プリントやるから、プリントやりますか。鉛筆ないし誰だった？よし、じゃあまずこの道何通りあるか探してもらいます。このね、点々で書いてあるのは、これは中央の分離帯じゃない、何点だっけ、ちょっと今それじゃあ、まずこの問題です。いいか、
この問題、佐野くんほい。あれ、お家へ帰りますが、一枚あるま、まる、まんまるはずなんだけど。じゃあ、まず佐野くんの問題で、これ貸してよ。これちょっと見てよ。ちょっと貸してよ。いいか、ここにお家があって、A から B まで行くのに何通りで行けるでしょう。一通り、二通り、三通りって数えてください。で、こっちもこういう道があります。じゃあ、何通りお家へ帰る方法があるでしょうか。それを調べてください。ちょっと まだもっと難しい問題が一つありますので、それはここに置いとくから。できたらここ小さく書いていく。そう、すごい小さく書けばいいよ。いやいや、1、2じゃなくて、1回しかこっち書いてダメなの。何通りあるか。ね、何通りあったか。こっちチャンスは何回もあるけど、ここ置いとくからな。次のやってもいいの？あ、できたの？両方とも。うん、次のやってもいい、こっちは。そしてやっていいよ。できた人はどんどんやっていいよ。うん、後で答え発表しますので。これなんかね、ひょうたんみたいな道なんだよな。道はね、こんな風になってるでしょう。こんとこが3つに分かれてるんだよな。それで、持ってこなくていいよ。こうなってるんだね。で、宅配便のお父さんがお家へ荷物を持って帰ります。見ててよ。一通り、また二通り、三通り、ほいで戻って、今度は下の道、四通り、五通り、六通りでした。6通りになった人は正解。6通りになった人はこれ一人？あなただけ？他に6通りの人いませんか？いない。これ6通りでしょ？あなた6通りだった？あ、じゃあ見てね、もう一回からいいか。一通り、二通り、三通り、四、あ、違う、間違えた。上なら上って決めなきゃダメなんだよ。一通りだろ。二通り、三通り、今度は四通り、五通り、六通りだろ、ほら。じゃあその次の問題やってごらん、何通りになるか。これすごい難しい。これは大変ですよ。これ大変だ。道がね、たくさんあるもんで。今度は道がこうなってこうなって、4つずつに分かれてるんだよな。おい、何で鉛筆置いてあるの？え？何で鉛筆置いてあるの？何が？何で鉛筆置いてあるの？持ってきてるのに。そこ置いといていいよ。じゃあ置いといて、これは何通りあるかってこと。すごいむずい。むずい、これ。あ、むずい。そうだ、あれをやれば簡単だ。これは一生懸命数えてほしいですね。なんとなった、小島君。 9。あ、もっとある、もっとある、もっとある。これはだって1回で8ぐらいになったもん。6だった。1回ぐらいで。今鈴木君が一生懸命考えてるけど、待ってて。
もういいかい。誰か出た人答え言ってよ。何通りあるかって。5通り。もっとある。もっとたくさん。これかなりあるんですよ。佐野くんが一生懸命考えてます。いいことですね。11。近いね。もっとあるよ。11よりもたくさんあります。もうそれ以上言うとね、答えになっちゃうからな。誰か答え出ないか。14。だいぶ近づいてきましたね。14じゃありません。15。そんなにいかない。14じゃないから。15っていうのはちゃんと15っていうふうに調べて15っていうのはいいんだけどさ、数当てのように15っていうのはよくない。それはね。14じゃない。先14って誰か言ったでしょ。今石田君が一生懸命調べてるけど、彼が無事答えを言うんじゃないかな。そのやり方いいぞ。山下さんどうだ。諦めちゃダメだぞ。はい。20通り。そんなにない、そんなにない。大体分かってくるでしょ。20通りないんだっていうのは。じゃあやってみるか。時間ないから。これね、まずね、場所を決めなきゃダメなの。まずね、このここは一番上を通ると決めておくの。見てなよ。いいか。1通り2通り3通り4通りで、この道はもう通らないね、この道。じゃあ今度次行くよ。8通りでもこの2つの道は通らなくていい。今度こっちの道行くよ。9通り10通り11通り12通り。ここでこの3本の道はもう通っちゃったからね。13通り。はい、間違えたぞ。13通り14通り15通り16通りと。16通りだったんですね。それじゃあ次の紙見てごらん。これも、あ、もう一枚置いたら机の前に。これはね、すごく大変。見て、こんなに書きやった。そう、いいよ。そうやって書くことはいいんだよ。まあ、これは合ってるかどうか分かりませんので、これは実は、もっと大きいお兄ちゃんたちが使う問題だけど、君たちどこまでできるか。蓋開けてみてごらん、これ。何通りある。これ顔みたいなんだ。そう、顔みたいなんだよな、これ。何百通りとかない？そんなたくさんない、そんなない。意外とこれ少ないよ、やってみてごらん。まず一番上の、上の方から通っていくの。一通り。もうやった方がいい。やってみてごらん、どうぞ。2通り2通り3通り4通り5通り6通り7通り。